皆様こんにちは。本当に土曜日の貴重なお休みに、こちらの朗読劇に足をお運びくださいまして本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。また今日の、演者ですけれどもみんなボランティアということで、心よくこの朗読劇をやりたいと、それでスタッフを募集していると声をかけたら心よく皆さん引き受けてくださって本当にありがとうございます。またお手伝いくださっている皆様も、日本会議北海道の協力を得て、またチャンネル桜北海道の協力を得て、この本日の朗読劇は、後日動画で配信されることとなっておりますので、ぜひまたお聞きいただければ、ところをもう一度見たいということがあれば見ていただけたらなというふうに思います。キャストなんですけれども、主に5人出てきます。よその国という、戯曲なんですが、この中に出てくる5人なんですけれども、実際には田中稔さんという拉致被害者、そして金田達光さんという、特定失踪者が割と主軸になったお話になっています。ですが物語、この朗読劇の中では田中稔さんは田代満として、演じています。また金田達光さんは張本達夫という名前に変わっております。で田中稔さんなんですけれども、昭和24年生まれで、幼い時に両親が離婚をしまして、それで神戸市内の養護施設で育っているんですよね。で、失踪直前まで勤めていた神戸の青木駅近くの、ライライというラーメン店があるんですけれども、そこで勤めていました。また、今日は張本達夫という名前ですけれども、金田達光さんは田中稔さんの3歳年下です。昭和27年生まれで、幼い時から田中稔さんと同じ施設で育って、本当に兄弟のように仲の良い2人だったそうです。そしてやっぱり同じようにラーメン店ライライの店員でした。でこのラーメン店の店主なんですけれども、実際はハン・ヨンデという男性ですが、劇中ではホンという名前で名前だけ出てきます。ちょっと覚えていていただけたらと思います。でこのハン・ヨンデ、劇中ではホンは北朝鮮工作機関の、ナクトンガンのメンバーなんですけれども、田中稔さんはこの店の店主に、誘いを受けてオーストリアのウィーンに赴きまして、そのまま北朝鮮に拉致をされてしまいます。そしてその後半年ほどしまして、田中稔さんが差出人になっている手紙が金田達光さんのその幼なじみのところに届きます。でウィーンはとてもいいところで、仕事もあるからこっちに来ないかという誘いのお手紙だったんですけれども、その誘いを受けて、ウィーンへと旅立っていった金田達光さんもそのまま行方不明となってしまいます。で今から10年前に5月に日朝両国がストックホルム合意を締結したんですけれども、そのストックホルム合意というのは、北朝鮮の国内で、行方不明になっている日本人の調査をすると、その調査をするけれども、それに対して日本側は北朝鮮にかけているその制裁の一部をそれに伴って解除するというものだったんですけれども、この日朝政府間の協議におきまして、北朝鮮側が田中稔さんとそして金田達光さん2人が北朝鮮で結婚をしていて子供もいて、存命であるという旨を日本政府に伝えました。ですが日本政府はこの2人の生存情報を持って拉致問題の解決にもうこの拉致問題に幕を引こうと北朝鮮がしているのではないかというふうに考えたのかもしれません。結局この2人を日本に迎え入れることをしませんでした。もう見捨てたと言っても私は過言ではないと思っているんですけれども、この朗読劇よその国ではもともと劇団コムシコムサというところが予令は4年の11月に初演をしたお芝居なんですけれども、北朝鮮に別々に連れてこられた田中稔さんとそして金田達光さんが40年ぶりに再会をするという場面を中心に描いております。私たち劇団員ではありませんが一生懸命稽古をしましたので、ぜひお聞きいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この物語第1話から第11話までありますが、途中から始まります。クライマックスの手前から始まります。お聞きください。よその国。
第8話、2019年平成31年1月、北朝鮮首都郊外三陸の森を切り開いて作られた特殊工作機関の招待所。鉄条網で囲われた中に幾棟かの家屋が点在している。警備隊によって監視され、招待所の住民は軟禁状態に置かれている。舞台はその中の一棟の内部、広くはない食堂兼集会室。ドアの斜め上部に金色の額縁に収められた2枚の肖像画が掲げられている。この国の最高指導者として世襲で統治し続けてきた先々代と先代の胸像。午前7時30分から始まる生活総話、自己批判、相互批判の場の前、固く閉じられた窓辺に立ち、外を見つめている田代満、老いの影が隠せない。ドアが開く、その音に田代は気づかない。静江が木製の踏み台を抱えて入ってくる。向かって左の肖像画の下に踏み台を据えた後、ドアを閉めに行く。その音も耳に入らず、田代は白い虚空にじっと視線を送ったまま動かない。そんな夫の様子を見つめ、静江は深いため息を漏らす。あなた。ああ、なんだ君か。ごめんなさい、びっくりした。いや大丈夫だ。それよりごめん、君がいることに気づかなかった。さっきから山を見てたんでしょ。分かってる。山の向こうの海を想像してな。いつものことだ。渡っていけるものなら海を渡っていきたい。いつものことね。しかしどうやって海を渡っていく。泳いで。まさか渡ってはいけやしないの。どうしたらあの鉄条網から脱出できる。君と腐るほど考えたな。気が狂うほど考えても結論はいつも同じ。警備隊に発見されてしまう。警備隊に銃で撃たれてしまう。それでおしまい。殺されずに済んだとしても警備隊に捕まって収容所に送られる。それでおしまい。なのについ山を見つめている自分がいる。あなただけじゃないのよ。私だって同じ。ここがもし俺たちの国だったらって、それも何度も話した。ここがもし私たちの国だったら、逃げ出すチャンスはある。逃げ出せたら助けてくれる人がきっといる。しかしここは俺たちの国じゃない。俺たちみたいなものに手を貸してくれる人間なんかいやしない。でもそれは決して彼らがみんな非人情な人間だからじゃないということも知っている。この国にももちろんいい人間はいる。40年もいればそれくらいのことはわかる。問題は国の仕組みなんだ。俺たちみたいなものに手を貸したら最後、今度は彼らが捕まってしまう。なんだろう、俺は何を言ってるんだろう。今更こんなことを君に。君ももういい加減うんざりだろう。すまない。いいのよ、同じことでも何でもいいの。話してくれればいいの。話してくれた方がいいの。でもね、私心配でしょうがないのよ。この頃のあなたを見ているとどうかしちゃうんじゃないかって。体も気持ちも。自分でも思う。このままじゃ危ないって。君とこの国で出会った。君と会う以前、俺がどんな状態だったか君は聞いて知っていたんだろう。あなたのことを聞いて放っておけない気がした。何とかしてあげたいって思った。だから上部から結婚を勧められた時、強制じゃなく
本心からあなたを助けてこの国で生きていきたいと思った。こんな言い方、あなたのためだけに結婚したみたいだけど、そうじゃない、私にもあなたが必要だった。君と会う前、俺はずっとうつ病を患っていた。またあんな風になる予感がして不安でたまらないな、静江。俺はどうしたらいいんだろう。あの人たちの言う通りにするのよ。え？日本、俺たちの国には帰らないって、君はそうしたいのか。そんなこと、自分の国に帰りたくないなんてまさか。この国に来て41年だぞ。やっとこの国で俺たちが生きてるってことを認めようとしてるんだ。日本に対して事実を公表してもいいと言おうとしてるらしいんだ。この機会を逃したら、もう俺たちは日本に帰れなくなってしまうかもしれないんだぞ。でもあの人たちは、私たちに自分の国に帰る意思はない、そう言わせようとしているのよ。だからあなたはそんな風に苦しんでる。これまでずっと、この年になるまでずっと、あいつらの意のままになってきた全てだ。なのに今度もまたあいつらの意のままになるっていうのか、エシズエ。お前がそういうのか。いやー、この国は素晴らしい国です。私はこんな素晴らしい国を出るつもりはありません。そう言えっていうのか。この上そんなことを言わされたら、俺はもう本当にどうにかなってしまう。それが怖いの。そうやって苦しむあなたが怖いの。あなたが苦しんで、もしまた心を病んでしまったらどうなる。この国じゃ心を病むことだって自由じゃないのよ。そうでしょ。手厚く治療してくれる。まさかまた心を病んだって知られたら、今度こそそれを理由にどこかに送られてしまうかもしれない。そんなことになったら、もう二度とこの世界に帰ってこれない。この世界、この世界か。綺麗な言い方だな。そんな言い方をされると、この場所がとてもいい場所みたいに聞こえてくるじゃないか。でもそれは嘘っぱちだ。そうね、この世界なんて言い方をした私が間違っていた。この国だった。この国なんてさえ言いたくもない。こんな国ね。私たちをこんな場所にずっと押し込めているこんな国。でもね、たとえこんな国のこんな生活でもね、私はあなたに生きていてほしいの。もしこの国でしか生きられないのだとしたら、この招待所でこうして生き続けるしかないのだとしても、殺されるよりはマシ。心を病んだ後、俺はこの国で生きる方法をやっと見つけた。それはアホになることだった。アホのふりをして生きることだった。希望も夢も持たないで、従順で、何も疑わない、自分の意見を決して口にしない、ただのアホでいれば苦しまないでいられる。そうやって生き延びてきた。君はまたこの上俺にアホになれっていうのか。そうね、そうするよ、仕方がないのだ。こんなバッジを拒否することもできないでいることが君は屈辱だと思わないのか。思わないようにしているわ。俺には田代満という歴史とした名前がある。なのにここではファンと呼ばれている。君はチェだ。これも君には屈辱だと思わないのか。思わないわ。だって私はアホですから。ガラス窓の外に人影が見える。じっと室内を伺っていることに田代が気づく。静江。え？キムだ。キムに見られている。静江ビクッとして振り向く。窓の外のキムと目が合う。キムの姿が消える。いけない、7時半になる。生活相応な時間だ。キムが杖をつき、ゆっくりとした足取りで部屋に入ってくる。相当に老いが深まっている。深々とお辞儀をする二人。キム、肖像画に礼をした後、踏み台に上がり、額縁に人差し指をはわせる。まあいいことにしよう。太陽像は朝夕2回欠かさずに磨くこと。間違えてもその輝きを汚すようなことがあってはならない。
はい、キム課長。肖像記章は左胸、自分の心臓より高い位置につけること。ファン同士、その理由は？はい、キム課長。偉大なる首領様、並びに将軍様は私の命より尊い存在であられるからです。それはまたキム・ジョンウン同士、もとい親愛なる委員長様を敬うことでもあります。これより生活操和を始める。厳しく自己点検を行うように。ファン同士。はい。親愛なる委員長様は唯一の領導体系確立の重大原則の中で、高尚な精神的道徳風貌と革命的事業方法、人民的事業作風を備えるべきであると指摘しました。しかるに私はラジオ局で翻訳の仕事に必要な語学の学習に励まず、窓の外の山々や空や風に揺れる木々の動きに気を取られ、時間を浪費する誤りを犯しました。親愛なる委員長様のご教示に従わなかったことを反省し、生活時間のすべてを親愛なる委員長様に捧げるよう、その行いを改めます。チェ同士。はい。親愛なる委員長様は唯一の領導体系確立の重大原則の中で、思想意志の統一と革命的団結をあらゆる面から強化すべきであると指摘されました。しかし私は夫であるファン同士が窓の外の景色に目を奪われ、日本語の翻訳という重要な任務に必要な語学の学習を一時的に放棄していたことを見逃し、厳しく注意しませんでした。今後は親愛なる院長様の教えをよく守り、ファン同士の行動を常に監視し、同士が誤った行動に走ったときにはそれを厳しく注意し批判します。ファン同士、共和国に入国したお前を最初に指導したのはこの私だ。忘れたか？いいえ、覚えております。今日のこの生活相場は通常の週の生活相場でも、月間の生活相場でもない、特別に行う生活相場だ。だからこそただの指導員ではなく上級の地位にある私がこうして招待状まで出向いてきている。その意味を考えたか？キム課長のおっしゃっている意味が分かりません。分からない。私は自分の過ちを正直に打ち分け自己批判をしました。あれがか？そうです。窓の外の山や空や木々に気を取られていたという、あれがか？日々の生活時間のすべてを親愛なる委員長様に捧げる精神に欠けていたと反省しました。まやかしだ。まやかしではありません。じゃあ妻に聞こう。チェ同士。はい、キム課長。ファン同士が窓の外の山や空や木々を見ていたとき、彼は何を思っていたのか？それは妻の私にも分かりません。ならチェ同士自身はどうだ？窓の外の山や空や木々を見てお前なら何を思う？いいか、私は先週この招待状に来てお前たちに伝えたことがある。それはお前たちにとって極めて重要なことだ。その重要なことを伝えられた上で、なおかつ窓の景色を見てお前たちが思うことは何なのか？私は今日も共和国の山は美しい、そう思います。嘘っぱちだ。あの山が美しいか？あ、ファン同士、お前の目にはあの山が美しく見えるのか？見えます。美しいと思い、いつも私は見ています。私が先週お前たちに伝えたことは何だ？ファン同士、言ってみろ。それは私が共和国に入国していること、首都で暮らしていること、妻や子があること、それをにあの国に近々近々表明する
可能性がある。それだけじゃなかったはずだ。私がお前たちに提起したのはこの国にとどまるという意思を自分から示すべきではないか、それが親愛なる委員長様に報いる態度ではないのか。よく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 考えるように。期限は2週間。そんなに鮮明に記憶をしておきながら窓の外を見てぼんやりしていただと、山が美しいだと、ありえない。お前たちはあの山を見て複雑な思いに駆られていたに違いない。心を乱していたに違いない。その思いを隠すためにあんなつまらない自己批判を演じてみせた。どうだ、ファン同士、チェ同士、図星だろう。次回で私の担当は終わる。来週の生活相和の際には徹底して本心をさらけ出せ。さらけ出してこれ以上はないほどの厳しい自己批判を下せ。人間改造してその上で親愛なる院長様がお喜びになられるようなお前たちの意思を表明しろ。あ、ファン同士、張本達夫という男を知ってるか。張本達夫、知っています。あれも共和国の首都で暮らしている。まさか。お前と同じように妻と子もある。達夫が。次回はあいつをここに連れてくる。お前たちと違ってチャン同士は実に模範的な同士だ。あいつはすでに日本に帰国する意思がないことを我々の前で明らかにしている。キム、ドアを出て行く。田代、狂ったような声を発し生活相和用のノートを破ろうとする。うわあ、ダメよあなた、そんなことをしたら取り返しのつかないことになる。達夫を連れてくるって、信じられない、信じられない。たっちゃんが、たっちゃんが。静江が田代の体を受け止める。田代、再び規制を上げて崩れる。第9話。その夜、同じ招待所の食堂兼集会室。やっぱり辛い歌ね。悪い、思い出させて。あなたは騙されてこの国に来て監禁された。私は家の近くの浜に出て夕日を見ているところを男たちに襲われた。猿グッズは押されて寝袋をかぶされて船に乗せられた。泣き叫んでも泣き叫んでも放っておかれた。この国の港について船底から引き出されても私はまだ泣いていた。でも泣いているのにもう声は出なかった。やっと息ができるだけだった。あなたが初めてこの歌をハーモニカで吹いたとき、私やめてって叫んだ。海にお船を浮かばせて行ってみたいな、よその国なんて。私はこの国に来たくて来たんじゃないって叫んだ。憎らしくて悲しくてたまらなくなる。こんな歌をなんで吹くんだってあなたをなじった。すまなかった。だけどあなたにはあなたの別の思いがこの歌にはあったのね。両親が離婚して引き取られた養護施設、身内のようにして一緒に育ったたっちゃん、歌が好きでいつも子供たちと歌っていた保母さん、
そんな話を聞いてからは、私はあなたがこの歌をハーモニカで吹いても止めなくなった。驚いたでしょ？張本さんがこの国にいたなんて。想像もしていなかった。一体いつどうやってこの国に来たのか。昔帰国事業というのがあったんでしょ？新潟から帰国船に乗って何万人も帰還したって聞いたけど。たっちゃんが帰国事業の話をしてた覚えが俺にはないんだ。それにたっちゃんの目標は自分で居酒屋を経営することだった。そのたっちゃんが帰国事業の話に乗ってこの国に渡ってくるだろうか。じゃあなぜこの国にいるのかしら。もしかしたら。何？俺をウィーンに連れ出した男。本が張本さんまで。本ならたとえそれが達夫でも組織に売り飛ばすかもしれない。本は上部の人間と確実につながっている。上部からの指示を受けたらどんなことでもやりかねない。本、ウィーンのゴールデンスターバンク、キム、そのルートを使ったのか、それともまた別なルートがあるのか。私たちと同じようにここで結婚して子供もいるって。俺たちにとって家族はある意味人質みたいなものだからな。上部には明らかにその思惑があるんだ。決して俺たちを人間扱いして家庭を持たせたわけじゃない。だからといって私たち家族が偽りの家族だとは思わない。それはそうだ。俺もそう思っている。日本に帰りたい。帰ったら誰よりも先に張本さんに会いたい。そう思ってこの年になるまで毎日過ごしてきたんでしょ。ああ。私には日本に親がいるけど、あなたは張本さんだけが唯一身内のような存在ですもんね。その人まではこの国にいて、この国で合わせようなんて、どこまで残酷なんだろう。家族だけじゃなく、友達まで人質にしようって言うんだろう。静江。はい。今朝君は、ここでしか生きられないんだったら、ここで生きるしかない。そう言ったな。君のご両親はきっと存命だ。突然消えてしまった君の帰りを今か今かと待っておられるに違いない。それなのに君の気持ちは今も変わらないのか。私の気持ちは変わらない。ただあなたに生きていてほしい。それだけ。静江、立って部屋を出て行く。海は広いな、大きいな、月が昇るし、日が沈む。第10話、1週間後の朝。椅子の前に生活相和のノートを持った田代と静江が立って待機している。ドアが開き、張本達夫が入ってくる。視野の中に田代の姿があるものの、張本の表情に変化は見られない。田代は張本の姿を見て明らかに感情を高ぶらせているが、それをあらわにできずに耐えている。張本はドアの横で直立不動の姿勢をとる。キムが杖をつきながら姿を現すと、三人は深々と礼をする。チャン同士、そこに立て。どうした？冷たいものだな。41年ぶりだというのに、目も合わさなければ近寄りもしない。ファン同士、遠慮することはない。急行を温めたらどうだ。達夫、たっちゃん。キム課長、生活相談をお始めください。チョン同士、いいのか。やっと親友に再会したんだぞ。親友？お言葉ですが、私はファン同士をそのように認識しておりません。共和国に入った時からそのような感情は捨てました。達夫、俺に近づくんじゃない。どうしてそんなことを言う。
お前に何があったんだ。何があっていつここに来たんだ。いつここに来た。自分がしたことを忘れたのか。俺がお前に何をした。忘れたのか。キム課長。なんだ。本日私は重要な案件がありここに呼ばれたと聞いています。私はこの男と旧交を温めるつもりは毛頭ありませんので失礼させていただきます。ちゃんとし待て。私がいらぬ配慮したのが間違いだった。二人とも元の場所に戻れ。寄り道をしたがこれより生活相話に入る。今日の生活相話はファン同士チェ同士にとって極めて重要である。見えすいた忠誠の誓いも口先だけの自己批判も今日は全く役に立たない。血を吐くような思いで人間改革を実践するようにファン同士。はい。親愛なる委員長様は唯一の領土体系確立の重大原則の中で高尚な精神道徳的風貌と革命的事業方法人民的事業作風を備えるべきであると指摘しました。しかるに私はラジオ局での翻訳の仕事に必要な語学の学習に励まず窓の外の山々や空や勝手に揺れる木々の動きに気を取られ時間を浪費する誤りを犯しました。やめろと言っている。張本が田代を羽交い締めにする。親愛なる委員長様のご教示に従わなかったことは反省し生活時間のすべてを親愛なる委員長様に捧げるようその行いを改めます。ファン同士、お前は親愛なる委員長様を愚弄する気か。前回の自己批判と一字一句同じことを述べるとはどういうことだ。キム課長、ぜひこの先をお聞きください。私の真意を申し上げます。真意。そうです、私の真意を申し上げます。前回私はお前に本心をさらけ出せと言った。お前が本心をさらけ出すのであれば聞いてやらないでもない。ちゃんと話してやれ。私は親愛なる委員長様に心の内を正直に打ち明けるものであります。私はこの41年間招待所の窓から山々を見上げるたびにあの山の向こうにきっと海があると無双するのが常でした。あの山の向こうに広がる海原を渡っていけるものなら渡っていきたい、そういう願望を強く抱き続けていました。小さなボートに乗って両手で波をかいて海を渡っていく、そんな夢をこの41年間幾度見たことでしょうか。あなた、チェドシ止めるな。キム課長、違うんです。これはファン同士の真意ではありません。それだけではありません。お笑いになっても結構です。あの窓の外に広がる空を見つめて私がどんな馬鹿げた幻想を抱いていたかお分かりになりますか。いつかあの空の向こうからヘリコプターの編隊が姿を現し私を救いに来るのではないかという幻です。そうして41年間のもの間私は待っていたのです。しかしヘリコプターの姿はついに現れませんでした。どれだけ待てばヘリコプターはあの轟くような音を立ててあの鉄条網の中に降り立つのでしょうか。砂ぼこりの真ん中、妻が、息子が、私がヘリコプターの懐に迎えられあの国に連れ帰ってくれる日は一体いつやってくるのでしょうか。ファン同士、ここは共和国だ。中央直属の招待所だ。そこでそのような発言をすることが許されると思っているのか。この点についてはチャン同士の批判が正しい。これが私の自己批判です。ただしまだ前段に過ぎません。キム課長、私は覚えているんです。ファン同士は勤めていた店の店長からある書類を届けるように言われたんです。それを届ければ高額の報酬が得られると。たっちゃん、これどう思う。ファン同士は私にはっきりそう言ったんです。彼は今いかにも自分は不本意に連れてこられ監禁されている人間であるかのように述べていますが、それは事実ではありません。彼は自ら望んでここに来たんです。ファン同士、そうだろう。お前は好きで来たんだ。それまで忘れたとは言わせない。そうだ、確かにそういう話だった。だがそれは全部
本の作り話だったんだ。本は実に巧妙で悪賢い詐欺師だったんだよ。しかもこの共和国が必要としてたのは書類なんかじゃなかった。この私でさえなかった。私のパスポートと運転免許証と戸籍が必要だったんだ。それについてはこの金課長が全て知っているよ。忠実なチャン同士に聞こう。同士は自身が共和国に入境した経緯について現在どう認識しているのか。騙された、嘘をつかれた、そう認識しているのか。いえ、過去の一時期そのように認識していたこともありますが、今は全くそのようには認識しておりません。そうだろう。ファン同士も同じだ。ファン同士にも騙された、嘘をつかれたと認識していた時期が確かにあった。私もよくそれを知っている。だがそんな時期を克服して今は平穏な家庭生活を送っている。それはチャン同士も同じだろう。お言葉を返すようですが、私の例とファン同士の例は異なります。どこが違う？ファン同士が共和国に入居する際、私にも多少の関わりがありました。しかしそれはほんのわずかなことです。ですが私が共和国に入居した際にはこのファン同士が深く関与していたんです。達夫、いや、チャン同士、何だって俺が関わっている？それはどういう意味だ？金課長、ファン同士が日本を立ってから数ヶ月後、ウィーンから国際郵便が私に届きました。差出人はファン同士でした。何かの間違いだろう。俺はウィーンから国際郵便など送っていない。第一、ウィーンに滞在したのはほんの数日間だった。数ヶ月も経ってから俺がウィーンから手紙を出せるわけではない。その手紙には、ウィーンはとてもいいところだ、商売も順調だ、ウィーンに来ないか、こっちで一緒に働こう、そう書かれていた。出してない。俺はそんな手紙書いてない。ファン同士、その手紙を信じて俺はオーストリアに行く決心をしたんだ。共和国に来る予定などなかった。俺はウィーンにいるお前を訪ねていって、お前を手助けするつもりだった。お前からの手紙さえ届かなかったら、俺はウィーンのゴールデンスターバンクにも行かなかったし、ここにも来なかった。もういいだろう、チャン同士。ファン同士はそんな手紙は書いていないと言ってる。それではあの手紙は誰が書いたんですか？それは、俺がウィーンに行ってみるとファン同士はそこにいなかった。ゴールデンスターバンクの行員に聞くと、ファン同士は共和国の首都で俺が来るのを待っているという。だから俺はこの国に来たんだ。ところがこの国に来てもファン同士に会うことすら叶わなかった。ましてや神戸に帰ることも許されなかった。これ以上こんなことにこだわり続けて何になる。40年前のたった一通の手紙が俺のその後の人生を変えたんです。チャン同士、どうしてもあの手紙の差出人が知りたいと言うんだな。はい。いいだろう、それなら教えてやろう。あの手紙の差出人は偉大なる狩猟様だ。そんなバカな。偉大なる狩猟様？そういえば私が何も言えなくなると思っているのですか？いいか、すべては偉大なる狩猟様の命なのだ。つまりウィーンから届いたあの国際郵便はただの手紙なんかじゃない。あれは偉大なる狩猟様がお前に出したこの共和国への招待状だったんだ。実にありがたい話じゃないか。なんだその目つきは。私の話に納得がいかないようだな。そうか、だったらお前に忠告してやる。そんな態度をとっていればどういう目に遭うのか冷静に考えることだ。チャン同士、それとも何か。お前はまた40年前の振り出しに戻りたいのか。お前がこの40年共和国の模範的な同志として成長し、妻を迎え子供を育て、やっ
との思いで築いてきた現在の暮らしをこんなつまらないことで全て失ってもいい、そう考えるのか？答えられないのか、ちゃん。残念だ。非常に残念だ。お前を今日この場に呼んだのは同志であり友人でもあるファン同士にお前の思いを伝えさせて、親愛なる院長様が期待する結果を導き出すためだった。しかしファン同士の前にまずはお前自身が重大な欠陥を抱えていることが発覚した。お前の心の中には偉大なる首領様への尊崇の念がひとかけらも見られない。こんなものが我々の同志でいていいはずがない。この上は緊急にお前を徹底的に批判する生活相和の場を設けなければならない。日付は後日通達する。ちゃん、今すぐこの場から出ていけ。達夫、ここから出ていくんじゃない。黙れファン。どうした、ちゃん、命令だ、出ていけ。達夫、出ていったら最後取り返しがつかないことになる。キム、田代の背後に近づき、その喉に杖を押し当てて締め上げる。あなた、取り返しがつかない言葉を吐いてるのはファン、お前もだ。ちゃん、自分から出ていかなければ、警備隊を呼んでお前を引きずり出させるぞ。あ、そうだ、このファンも警備隊に連行させよう。ちゃん、それでいいんだな。キム課長、どうぞどうぞお許しください。キム課長、個人的な感情に走りました。以後改めます。シャン、言っておくがこれで終わりじゃないぞ。今日のお前の行動は漏らさず上部に報告をする。いずれにしろお前には厳正な生活相和の場が待っている、そう思え。分かっています。共和国と人民全体の名において私は自己批判をいたします。ですからキム課長、その手をどうかお話しください。その手をどうかお話しください。はあ、さっき親友でも何でもないと言っていたその口でよくも言えたものだ。ファン、友人っていうのはありがたいもんだな。キム、杖を持ち上げ田代の喉を締めつける。田代、声にならない声を上げる。キム、杖を首から引き抜きざま田代の背中を蹴りつける。田代、床に腹ばい、喉に手を当てて苦しむ。必死に解放する静江。さあ、ファン、なんとか言ったらどうだ。キム課長、取り乱した態度を取りました。今後、このようなことは決してしません。親愛なる院長様に誓います。こういう展開になるとは予想していたわけではないが、ちゃんがファンに抱いていた疑いが図らずも解けたようだ。このことはファンとちゃんの革命的団結の強化につながるのではないか。いや、つなげなければならないと思うのだが、さてお前たちを上部はどう評価するだろうか。こんな振る舞いをする二人にこの先再び同志として顔を合わせることが許されると思うか。40年越しの親友との再会も今回限りとされるかもしれん。いいか、ちゃん、それもこれも
後日開かれるお前の生活そうは次第ということだ。ファン、それはお前も同じだ。さあ、お前に残されたのはこの生活そうはの残り時間だけになった。その時間をどう使うか、よくよく大事にすることだ。ファン、立て。他の者は着席しろ。これより本題に入る。ファン、自己批判の続きを述べるように。私は今自分の愚かさを恥じています。その愚かさとは、山並みの向こうに海原を思い浮かべ、海原を分かっていけたらと無双する愚かさです。また私は幻を追うことの無駄さを知りました。その幻とは、大空の向こうから屈強な特殊部隊の隊員たちがヘリコプターに乗って私たちを救出にやってくるという幻です。私は敗戦の4年後に生を受けました。私は今年70を迎えます。この年になって、たとえ日本に帰国できたとしても、一体誰がこの私を迎えてくれるでしょうか。私を知る誰がかの国にいるでしょうか。私は2歳の時に親と生き別れた人間です。私には父の顔の記憶も、母のぬくもりの記憶もありません。ファンド氏ですが、そんな私にもかの国で必ず私を待ってくれていると確信していた人物がおりました。それは張本達夫という友人でした。幼児の時から育てられた学園や30年近く過ごしていた町を思い出すたびに、決まって思い浮かんでくるのは張本達夫の姿でした。けれど、何のいたずらでしょうか、張本達夫はこの国で暮らす身になっていました。私が誰よりも会いたいと目にまで出ていた人間が、もうかの国には存在しないのです。41年前、パスポートを差し出し、田代満という名前を失ったとき、私は自分がもぬけの殻になったと感じました。今私はかの国にいるはずだった友人がもうそこにはいないと知って、ふるさとを失ったように感じています。そしてもう一度、今度こそ本当にもぬけの殻になったように思うのです。満に、しかしここには私の大切な家族がおります。この地で長い時間寄り添ってきた妻がおり、息子がおります。この家族こそは今の私にとって大切なふるさとでもあります。妻は私と共に生きることを選んでくれています。任務のため離れて暮らしている息子も、きっとこれから申し上げる私の選択に賛成してくれるでしょう。キム課長、最後に申し上げます。ダメな、満に。安藤氏、言え。親愛なる院長様に申し上げるんだ。私は日本に帰る意思はありません。満に、日本政府の役人が私に面会を求め、私に尋ねたとしても、私は次のように答える自信があります。帰国の意思はない。これが私の結論です。キム課長、私も申し上げます。私も帰国の意思はありません。満に、いいのか、これでいいのか、俺たち本当にこれでいいのか。第11話。2019年平成31年2月15日、共同通信が短いニュースをインターネットに流しました。これは知人にお願いして、そのニュースを印刷してもらったものです。たった7行の記事ですが、ここには重要なことが5点書かれています。1つ、日本人拉致問題をめぐり、政府が被害者に認定している神戸市の元ラーメン店員が結婚し、平壌で
妻子と共に生活していると、北朝鮮が日本側に伝えていたことが分かったということ。二つ、このことは2014年以降の両国の接触の中で、すでに複数回、日本政府に伝えられていたこと。それなのに、日本政府はずっと公にしてこなかったのです。三つ、政府が拉致の可能性を排除できないとしている同じラーメン店の店員にも妻子がいると北朝鮮が伝達してきたこと。四つ、二人の帰国意思は、二人の帰国意思はないと説明したこと。五つ、日本側は二人と、日本側は二人と面会していないこと。二人の帰国意思はない。日本側は二人と面会していない。面会をして本人たちに直接確かめたわけでもないのに、ミツルとタッチャンに帰国の意思がないなんて、どうして信じることができるでしょうか。このニュースが流れてからでさえ4年以上が経過しているのに、この間日本の政府関係者がミツルとタッチャンに面会したという話は一度も聞いたことがありません。このまま二人のことはなかったことになってしまうのでしょうか。帰国意思はない、その言葉を知って私はまた激しい後悔に苛まれています。ミツルがウィーンに立つ前に私を訪ねてきたという事実が今も私を責めるのです。あの時ミツルに会っていたら、あの時ミツルを引き止めていたら、それとも二人にとってこの国はもう帰るに値しない場所になってしまったというのでしょうか。いいえ、私はまだ諦めたくはありません。帰国の意思はない。それは、ミツルが、タッチャンがそう言わざるを得なくて言っているのかもしれないからです。ミツルが、タッチャンがその本心を表明して、妻子を連れて帰国してきた暁には、私は空港に迎えに出たいと思っています。タラップを降りてきたミツルとタッチャンの体を強く抱きしめたいと思うのです。そうして二人と一緒に六甲山の若葉学園を訪れたいと願っています。なぜならそこはミツルとタッチャンと新米のほぼだった私が共に過ごした思い出の場所だからです。そうして三人して並んで立ち、目の下に広がる神戸の市街地を見下ろしながら、私はそれまでずっと言わずにいた言葉をようやく二人にかけるのです。ミツル、タッチャン、おかえりなさい。ありがとうございました。はい、以上で、よその国どうぞ座ってください、朗読劇は以上となります。一人一人ちょっと自己紹介をしていただこうと思います。どうしようかな。
端っこからだとちょっと緊張するですよね。じゃあ、うん、ですよね。じゃあ、やっぱり田代満役をやった本田さんから自己紹介等とあと感想をお願いいたします。はい、田代満役をやらせていただきました本田典史でございます。本田典史でございます。このお話を最初にいただいたときに、まあ、朗読ということなので皆さんの前でこう本を読むことなのかなと思ったんですけど、実際シナリオをこう手に入れて、で、別なところで別な方がやってらっしゃる動画を2週ほどしました。その際にあこれは違うなと、田中稔さんのその受けたその心的ストレスと言いましょうか、もう辛さや悲しみやそういったことをこう共有するための場だなっていうふうに強く思いました。なので中途半端なこと思いではできないし、中途半端なことはできないと思って割と猛練習をさせていただきました。皆さんの耳に目にどのように映るのか、どのように感じ取られるかは、まあ、それぞれ皆様次第だと思うんですけども、少しでもその田中稔さんが受けた悲しみや辛さが共有できたらやった意味があったと思います。本日は今日も本当にありがとうございました。では幼なじみの張本役をやられました杉本さん、お願いいたします。皆さん今日はありがとうございました。張本達夫役をやらせていただきました杉本と申します。この朗読劇のお話をいただいたときにですね、僕すぐにやりますってお返事したんです。で、実はこの朗読劇の前に以前本田さんに誘っていただいて恵みへの誓いとかも見てたんですけど、もともと拉致問題に、関心もありました。でこの、役をやらせていただいた時にすごく思ったんですけど、まあ田代満も張本も同じラーメン屋さんで働いて、そこの店長が実は北朝鮮の工作機関の人間であった、こんなのすぐ自分の身近にあった話ですよね。でさっき小野寺さんにも教えていただいたんですけど、ある一時期十勝の方でしたっけ、帯広の方とか、そうここのポスターにもあると思うんですけど、ある一時期にたくさん人がいなくなってるっていうような時期があったと。ということはですね、拉致問題ってテレビの向こう側で見てる問題ではなくて、すぐそこにあったんですよ。で今も続いていて、何百人の人たちがもう祖国の地を踏むことなく北朝鮮という国で暮らされていて、その方がたくさんの家族、その方たちを待っているたくさんの家族の方々がいらっしゃるわけです。で、僕ある人にですね、拉致問題のことについてパッと話したときに、ああもう途方もないことやってるねみたいな、杉本さんと何か関係あるんですかみたいなことをパッと言われたことがあったんですけど、関係あるんですよ。だってその問題っていうのはすぐ僕らのすぐそばにあって、まだ解決していないんです。だから今日ここに集まってくださった皆さんっていうのは、もうこれからもですね、必ず取り返す、必ず取り返しましょうという気持ちを持って一人一人がですね、でいずれまた政府を動かすことになって皆さんの帰国が叶うことを信じて、これからもやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。では続きまして、奥さん役をやられた静江役の、はい、自己紹介お願いします。今日は拙い声を聞かせて申し訳ございませんでした。私田代静江役をやらせていただきました山中豊子と申します。この話をいただいた時、嘘でしょなんで私って思ったんです。というか特攻隊のことですとか日本のことは結構知ってたんですけど、拉致問題のことに関しては本当にもう忘れてた、失礼、本当にごめんなさい、忘れてたんですよ。全然知らなかったんです。でのりくんに誘われて、なんだっけ、恵みへの誓いを見た時に、あこれもう絶対もうね、返してもらわなかったら大変だよねっていうか、それを知らないふりして日本政府何なんだよと思って、もう怒りに震えたんです。でもう今これ読んでてもう涙がね止まらなくなるくらい、なんだろう、この40数年間心をなくさないと生きてこれなかったよなと思ったら、なんか本当に苦しくって、この絵をやらなかったら私ここまで
思わなかったなと思うんです。なので本当にもう思い出しましょうっていう気持ちがもう湧いてきました。でこれからもね、あのそれこそ署名活動とかも力入れてやっていきたいなとつくづく思いました。皆さんのご協力本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではここに一人だけ北朝鮮の工作員が今指導員役をやってくださいました。野寺さんお願いいたします。皆さん本日ありがとうございました。今日朝ですね、不思議な感覚に襲われました。それなぜかというと、胸についてるブルーリボンバッジを取るということがなかったので、あ、今日は取るんだという思いがしてですね、あ、不思議な感覚だなというふうに思いました。私今日ですね、皆さんお気づきの方もいるかもしれませんが、頭がとんがっておりません。これですね、ビデオを撮るということで、頭のとんがった北朝鮮の指導員はいないだろうということで髪型を平らにしました。これ実際にですね、私の、まあ、演じる気持ちというのは、多分向こうにいる方たちがどれだけ嫌がってるんだろうというような人を演じようというふうに思いましたが、まあ、朗読最初舐めてました。舐めてたんですが、まあ、キム課長という課長の役をやっていきながら、これは辛いぞと、我々は本当にこの40年間以上北朝鮮に拉致をされている方たちが毎日毎日こういう思いをしているということを気づかなければいけないんだなということを感じました。多分この朗読劇よりももっとひどい思いを毎日している人たちがいるとしたら、まあ、日本人の責務として一日も早く返してあげなければいけないと、要はそういう、まあ、気づきになりました。まあ、なかなか朗読は難しいなというふうに感じましたけれども、まあ、とりあえずですね、終わってよかったなというところでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様本日は本当にありがとうございました。ナレーションと、そして田中実さん、金田辰光さんが育った養護施設の保母さん役、渡和子さんという役をさせていただきました。拉致問題というと、大体横田めぐみさんがすごく象徴的に表されてニュースで取り上げられることが多いと思います。で、私もちょっと少し前までこの田中実さん、金田辰光さんのことは知りませんでした。本当に申し訳なくて、もう辛い思いをしている人が、まあ、およそその特定失踪者という拉致の可能性を否定できない人が900名近くもいるということを初めて知ったときは本当に驚愕だったんですけれども、その私たちの同胞が今も帰ってこられない、でそのまた拉致被害者家族ももう何十年も待っているのに何の進展もない、居場所が分かっているのに声さえ聞こえない、それがどれほど辛いことかというふうに思うんですけれども、恐ろしいのは、さっき杉本さんもこれは身近なことなんだ、私たち一人一人に関係あるんだっておっしゃってましたが、本当にその通りで、今拉致が行われていないっていう保証はないんですよね。でもしも誰かが、まあ、私が、私の娘が拉致をされたら日本政府は動くのかって考えたときに、もう動かないっていうのが目の当たりにして分かっているんです。本当にこんな恐ろしいことはないなというふうに思います。ですが、被害者っていうのはこの日本人だけじゃなくて、実はこんななんかひどい、キム課長のような北朝鮮の、その指導員ももうこれが正しいと思わされて暮らしている、北朝鮮の人たちもひどいその悪政の中で苦しんでいる、それを思ったらやっぱり何とかしなければいけないなと、このキム王朝というか、この体制を、キムの金体制を終わらせなきゃいけないんじゃないかなというふうにも思ったりします。で、つい先日、拉致被害者で帰国された蓮池薫さんが動画で、いろいろと話をしている、その中に、ズームでフリートークというかされてたんですけれども、それを拝聴する機会を得ました。その中で、視聴者から一番多く寄せられた質問が、
私たちに何ができますかっていう質問だったんですよね。でそれに対して蓮池さんがまず北朝鮮が何を考えているか考えると述べた後で、北朝鮮は私たちがこの拉致問題に関して一日も早くこのことを風化してほしい、忘れてほしいと思っている、なのでなるべくこういう何か拉致問題に関するイベントとか行事があったら皆さんのように顔を出してくださったり関心を持ったり、とにかく忘れずに声を上げ続けることですというふうにおっしゃっていました。でそのためにはメディアの力も大変必要だというふうにお話しされていました。なかなか日頃よく拉致被害者のご家族が誕生日を迎えたとか、そういういろんなことがない限り拉致のことがニュースに流れることってないんですけれども、でも私も何もわからなかった一札幌市民なんですが、この横田めぐみさん主演のめぐみへの誓いを見た時から何かできることはないかと思って上映会をしたり、そういうことをしていると、こう仲間が増えてきて、お手伝いしてくださる方が出てきて、もうこの土曜日なのに足を運んでくださる方がいて、どんどんその自分も何かやろうというふうにしてくださる方が増えました。本田さんも今日田代満役の本田さんもその映画を見て上映会やろうと決めてくださった方の一人です。でその上映会に来た今日静江さん役の山中豊子さんも、じゃあ次の上映会いつにしようかなって本田さんが考えてる時に、次の上映会ってもう来月じゃないの、毎月やらなくていいのって声をかけてくださったんですよね。でそういう本当に一人一人の思いが、政府を動かすその大きな原動力になると思っています。もう私たち国民が声を上げるしかないと本当に思っていますので、もしよろしかったら、今日はですね、署名してくださった方たくさんいらっしゃると思いますけれども、署名用紙も先ほどのブルーリボン頒布しているところに置いてありますので、持ち帰っていただいて、ご親戚とかご友人の名前を書いて、こちらの住所がありますので郵送していただけたらなというふうに思います。また皆さんにお配りした大切な人を取り戻すために、これ子ども用に書かれた冊子なんですけれども、拉致問題啓発のための冊子なんですが、とても可愛らしいタッチで書かれています。すごく分かりやすく拉致のことについて述べられていますが、大人が見ても大変分かりやすいです。これたくさん、拉致問題対策本部から政府の方から送ってくださいました。これ無料で届けてくださる、送ってくださるんですよね。で今日はたくさんありますので、もし欲しい方いらっしゃいましたら声かけてください。またこれは特定失踪者問題調査会が出しているチラシなんですけれども、本日モデルになりました田中実さんも、そして金田辰光さんも載っています。これだけの数がまだ返ってきてないんですよね。ぜひ時折見ていただいて、で、潮風というのが北朝鮮に向けて放送している短波ラジオ放送があるんですけれども、この放送本当に北朝鮮で聞こえているんです。でこの放送を聞いて、いつか必ず日本が私たちを迎えに来てくれると希望を胸に生活している私たちの同胞がいます。ですがこの放送ものすごくお金がかかるんですよね。一月に今もいろいろと物価高じゃないですけども300万近くかかっています。でつい先日クラウドファンディングで2ヶ月分の放送のお金が無事ゴール達成しましたという案内がありましたが、2ヶ月だけじゃなくて毎月毎月もう何年も拉致被害者が帰ってくるまで続けたい放送ですので、もしよろしかったらマンスリーサポートというのもありますので支援していただけたらなというふうに思います。そしてさっき豊子さんもおっしゃいました、私最初は北朝鮮のことだけが憎かったんです、なんという国だと思いました。自分の国に必要な人間だったらよそから取ってくればいいっていうその発想が意味が分からなかったんですけれども、こう拉致問題に関心を持って活動していると、日本は一体何をしているんだというふうに本当に思うようになりました。それでもうこう苛立ちとか悲しみとかが本当に自分の中で渦巻いていたんですけれども、こちら広島県三原市の亀山神社の宮司様がいつも朝のお勤めの後に祝詞をあげていらっしゃる言分け祝詞というものがございます。皆様にお配りしておりますが、神棚の前でも仏壇の前でも、そしてそういう何か祭壇がない方でも、どこでもいつでも拉致被害者に心を寄せて読んでいただきますと、
その私たち一人一人の思いというか祈りは必ず届くと信じていますので、ぜひ自分のため同胞のために読んでいただけたらなと思います。またすごく美しい大和言葉で書かれていますので、ぜひお読みいただけたらなと思います。はい、ということで以上で、朗読劇が終わったんですが、何かご意見というか感想をもしお持ちでいらっしゃる方いたらちょっとお聞きしたいなと思うんですが、どなたかいらっしゃいませんか。この朗読劇を聞いて私もやりたいと思ったとかとか、こんなことがあってるのを知らなかったとか、何でも結構なんですけれども、ありませんか。なかなかないですね。まあ、辛い。あ、はい、ありがとうございます。うちの子供は2002年平成14年生まれで、すいません、ありがとうございます。西一子と言います。今日はありがとうございました。うちの息子は平成14年の9月生まれで、その時自分が母親に初めてなった時に、まあ、そのちょっと後ですかね、5人の拉致被害者の方が帰ってこられたのをテレビで見て、なんかその時なんか母性がこう湧いてきたっていうかね、なんかそういう思いがねすごく感じていて、で子供が小学校6年生ぐらいの時、今10年ぐらい前ですけど、こういうイベント、拉致被害者を取り戻そうっていうイベントに、まあ、初めて参加させてもらったのかな、その時に、で帰ってきて子供に、その時生まれた子供が10歳だったか、ぐらいになった時に、やはりこういうの行ってきたんだって、どうしたら帰ってくると思うって、やっぱりどうしたら取り戻せるかっていうことを単純に子供にストレートに聞いたら、爆弾落とすってなんか言ったんですよそう、北朝鮮に爆弾落とすってね、子供なりに考えたんでしょうね。実際に爆弾落とすっていうことはちょっと難しいと思うけども、その法律的にはね、どういう手順を踏んでってこういうふうになったらっていう、その具体的に政府はどういうふうに動いていったら返す気のない人を返してもらえるようになるんでしょうかね。法律上のことで言えば自衛隊を使ってより返す気のない人を取り戻すってことは、自衛隊で乗り込んでいくっていうことですかね。こう子どものその話を聞いて、どうやったら取り戻せるんだろうって、ずっとなんか私も同じ子どもの気持ちになって考えながら10年が過ぎてきて、この先も同じ調子だと絶対取り戻せないよなってすごく思うんですよね。それって虚しいことで、でも一方ではなんか今の、お父さんとかおじいちゃんの時の体制の人がもういなくなってきたから、ご本人はキム・ジョンウンさんの、その取り巻きの人は昔の人がいないからっていうようなお話もあったりして、話し合いで解決できるんだったらそれは一番いいんですけどね。自衛隊がその憲法のその条文のところを一つかなんか変えるだけで取り戻せるんでしょうかね。どうなんでしょうか。なんかすごく気になってたんですけど非常に難しい解釈で、まあ、実際にはですね、まあ、その日本の本土が侵略をされたということに対して、まあ、その自衛隊はね、国防という意味で、まあ、起動できるでしょうけれども、実際に、まあ、僕は日本人が
奪われているっていうこと自体が実はもう戦争状態なんじゃないのかな。それはガザ地区の混乱を見ても分かるように、イスラエルの人たちを、まあ、ガザの人たちが、まあ、奪って人質にしたことでもう戦っているっていうことで、僕はそれぐらいの覚悟は実は持った方がいいのかなと思っている反面、ただ憲法9条の中で自衛隊は軍ではないと、さらにまあ攻撃されたらまあ起動するということになっているので、私はやっぱり自衛隊というものをしっかりした軍にして、こういう状況が日本の何も罪のない方たちがどこかの国に連れ去られたということ自体はもう戦争が始まったというふうに認識をすべき時期に来ているのではないかなというふうに思っていて、というのはもし今中国と台湾が戦争を始めると、中国にいる日本人は10万人以上いますけど帰ってこれない状況になります。そういうことを考えて本当に、まあ、のんきのままでいいのかなということで、そういう意味でも、まあ、憲法自立した国というものを作っていく必要があるなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。本当に話し合いで解決できたらそれが一番いいですよね。そのためにはもう本当に大いに飴と鞭をふんだんに使えばいいのかなというふうに思いますし、まあ、簡単に言うと私はもう一層核武装してしまえと思ってしまうんですけれどもまあ、はい、他にどなたかいらっしゃいませんか。演者さんでもう一言言いたい方いらっしゃいませんか。よろしいですか。あ、本田さん、第2回公演はいつ募集すればいい。いや、劇団マサル部でしょこれは。いや、俺関係ないじゃん。俺関係ないじゃん。俺関係ないだろ。今どういうことなってる。劇団マサル部って聞いた。ちょっと待って、なんでそういう考えてるの。いや、ちょっと待って、マジ何言ってんの。いや、僕はこれ限りで引退しますから本当に。皆さん本当にありがとうございました。もう劇団マサル部の旗揚げ公演ということで。いやいやいや、ま、でも次回で言えばですね、直近大丈夫です、落ち着いてください。9月の16日、この日月曜、これ敬老の日ですかね、9月16、この日に札幌時計台のホールで、恵みへの誓いの上映会を行いますので、もしお時間ございましたら来ていただきたいですし、お友達を誘っていただけたらなというふうに思います。そしてすいません、うっかり忘れるとこでした。これちょっとよれよれしてますけど、ブルーリボンがデザインされたトートバッグです、私のなんですけど、ですね、拉致被害者全員奪還啓発プロジェクトというのがあって、こういうブルーリボンがデザインされた T シャツとかトートバッグとかが販売されています。収益は全部その拉致被害者奪還のために使われて、それを運営している方たちはもう一銭も入らないんですけれども、こういうものを身につけるというのも何かこの拉致問題を、深くみんなに考えてもらうきっかけになりますの で私も普通 日頃からブルーリボン身につけてるんですけど、そうするとなんかよく行く郵便局なんかで、そのブルーリボンってどういう意味があるんですかとか、あと歯医者さん の歯科衛生士さんとかにも、なんかオレンジリボンは見たことあるけどとか、ピンクリボンは見るけれども、ブルーリボンってどういう意味なんですかっていうふうに聞いてくださる方がいます。もしよろしかったらぜひ日頃から身につけていただいて、会話のきっかけにしていただけたらなと思います。このブルーリボンのブルーは、拉致被害者と私たちの間を隔てている海と空の青の色を示しているんだそうです。本日ちょっとわずかなんですけれども、あちらで扱ってますので、もしお時間ありましたらぜひお求めいただけたらと思います。本日は皆様本当にお休みの土曜日の貴重なお休みの日にお越しくださいまして誠にありがとうございました。以上をもちまして、朗読劇よその国朗読会を終わらせていただきます。ありがとうございます。